ハーフツイン、にじりハーフツインした。今日の髪型はねじりハーフツイン。です。ゾンビコメイク、どういうこと？いつも通りのメイクなんだけど何も変えてないんだけど変？いつも通りなんですけど。何も書いてない。今日は劇場公演曲のリクアワーでした。ちょい濃いめ、コンサートだからちょい濃いぐらいでも何も変わってない。濃さしか。ちょっと待って、タワーだ。カズトミトさん、ゴーストクマタワーだ。ゴーストクマタワーありがとうございます。ありがとう。クマゴーストクマタワーありがとうございます。ありがとう。21日、それと海とさフェルトミトさん、ゴーストクマタワーありがとうございます。ありがとう。今日もありがとうございます。ありがとう、ね、ありがとう。ゴーストクマタワーありがとう。ありがとうございます。お風呂上がりに見える？どう見ても違うでしょどう見てもお風呂上がりじゃないでしょメイクしてるし髪なんかなってるしお風呂上がりなわけないでしょイベントじゃないね。今回のコンサートはケータリングが用意されていてケータリング食べた。夜っていうか昼コンサート前に食べたからさ、お昼ぐらい食べたから、コンサート前始まる前メイクス前に食べてお昼ご飯だな。めっちゃ早かった。お腹空いてない。でもなんか夜っていうか公演終わって差し入れ食べた。お団子の差し入れとなんか食べた。いろいろ差し入れを。今日も帰りさ、今日ね小夢のくじないかなと思ったけど意外と残ってて4回引いた。そう4回引いてまだ全然ラストワンとかじゃなかった。ラストワンやるためには結構弾かなきゃだったから4回だけ弾いた。それ残ってた。下も残ってたらいいな。下も残ってたらまた弾きたいけど、4回弾いてまず1個目ね、昨日も出たやつ出た。ティッシュチャームキーホルダーハートの方。昨日は3つ引いたけど刺繍チャーム顔型のやつが2個なのだから2個ずつになった2個ずつになったもうこれ3個よりかこっちの方がいい2個ずつ2個ずつになったで、あとキャップタオル引いた。袋から出したくないからいい感じに進めるように。見る？自分キャップタオル。かわいい。光取りしてるか。でこれも2個ある。2個ある。もう2個引いちゃったでしょ。で4回引いたからって1個ある。次はポーチ。結構でかくない？ポーチびっくりしたんだけど結構でかいポーチ。お湯の形の伝わるかな。こう回す。でかくない？めっちゃでかいポーチ。かわいい。全部で私さ9回引いてて昨日5回引いて今日4回だから9分のてか半分かぶってるまあでもそんなもんなのかな。当たりくじそんなもんかエビちゃん、エビちゃんってほぼいる。エビちゃんチャームはいないけどこのキャップタオルもついてる。全部で何種類か忘れた。どんだけあるかなわかんない。あ、すごい。これさ番号書いてあるじゃん。こう4とか4から45シューチャーム45でしょ。さあぬいぐるみ欲しいって全部欲しいんだよね。ぬいぐるみ思ったよりでかかった。今日見たら1本残っててぬいぐるみ2本入ってるんだけど1本は残っててぬいぐるみ引きたかったんだけど引けなかった。456があ6ないわ。6なんだろう。で7がキャップタオルで8がポチでちょっと出すの大変だから9が洗面器だから順調そうやってきてるでも全部揃えるの大変だろうな。コンプリート。私が持ってるのはこれ刺繍チャームとキャップタオルとポーチと洗面器。お店書いてない。同じところで引いてる。全部で何種類あるっけ分かんないや。一番くじはね絶対に引くって決めてたから引けてよかった。残ってたらいいな。明日も残ってたら残ってる数によるけどまた引きたい。1が一番いい。分かんないなその人によるどれもね可愛かったんだよね今回のやつ。1はねぬいぐるみかな確か。ぬいぐるみ結構大きくて可愛かった。てか全部ラストワンも含めて全部コンプリートしたいけどいけるかな。どこのコンビニでもいやどこのコンビニでもじゃない、調べたら出てくる取扱い店舗。どこでもやってわけじゃない。ぬいぐるみね結構大きくてよかったよ。あとぬいぐるみ以外はペンケースなんか手箱みたいなと小物入れと、あとルームライトも可愛かった。ルームライトもめっちゃいいよねと思ってたんだけど弾けなかった。ルームライトどうなった？何があったかな？何があったかな？なんかいろいろあるけど覚えてないんだよな。私が弾いたやつ以外でしょ。ぬいぐるみ、ペンケース、ペンポーチ、ケース、ペンケース、ルームライト、小物入れ。あとあれだ、なんかマットみたいなのが2種類あった。で何があったかなと。覚えてない、わかんない。枕ないどれも可愛かった、どのショーも。いや、なんでだろうね、一番くじ、当たりくじさ、引いたらさ、なんか毎回めっちゃ被るんだよね。今回もだけど、ポーチ以外全部2個ずつあるんだけど、なんでなんでなんでこんないっぱいあるわけ。ポーチ以外全部2個ずつある。見てほら、この中に全部入れてる。この洗面器でかいから洗面器2個あるでしょ。キャップタオルも2個あるでしょ。この刺繍チャームも2個ずつあってポーチ以外全部2個ずつあるんだよな。ポーチは9回引いたからさ、もしさ今日も5回引いてったらさポーチ引いちゃったかもしれない。よかった4回にしといて全部2個ずつある、ポーチ以外。そう、洗面器ね結構大きい、かわいい、形もかわいいしハート型で。明日も行きたいけど残ってたらいいな。どれかわかんない、なくなってるかも。あと3つはいる、いらないよ2つでもさ、1つ洗面器ってさそんな何個もいらないいらないよ、あと3つも全部で5個ってことでしょ。いらないよ洗面器5個って、そんな何使うの。可愛いけどね。可愛いけど。そうそう、可愛いんだよね、形が。嬉しい小姫だけの当たりくじ。小姫だけの当たりくじ、めっちゃ嬉しい。だってどれ引いても当たりなんだ。なんていうの、嬉しい。小姫しかいないから。ピアスって3日ぐらいつけなくても下がんないよね。昨日からつけてない。でどうせ明日もさコンサートだからさ、また撮るからめんどくさいからつけないつもりだけど、下がんないよねきっと。くじが好評だったら第2弾やってほしい。てか早くやってほしい。第2弾決まってほしい。あ、モップくんもくじ出てほしいな。モップくん単体じゃなくてもいいからさ、モップくんもいるやつが出てほしい。トイピアスもつけない。最初はつけてたけど、まだ安定してない時はもう安定してるからつけてない。衣装でイヤリングつける時にね、留めねつけたらすごい邪魔なのね。めっちゃつけづらいから、イヤリングを。だからつけない。当たるトメピアスがってこと？邪魔。ここにあったらさ、イヤリングその上から、上ってかこっち2連だからさ、2個あるからそれ邪魔なんだよね。1個だったらまだいいけど、2個だと邪魔。これでピアスつけてなかった。昨日から外してる。コンサートとか公演とか、そういう撮影とかなんかそういうお仕事の時は撮ってる。軟骨外してない。軟骨がここら辺に衣装のアクセサリーつけることないから、上はイヤリングじゃん。そうしてない。イヤリングつけることは衣装がイヤリング多いから、イヤリングだったらみんなつけれるじゃん衣装。ピアスだったらさ、開いてる人しかつけれないからイヤリングが多いのね。だから衣装ではイヤリングつけること多い。普段は絶対につけないけどイヤリング痛いしあんま好きじゃないから。衣装ピアスのもある。衣装によるけどピアスのやつもあったりする。イヤリングダンスしてたら落ちない。めっちゃ緩くしてたら落ちる。だから調節できるタイプのイヤリングもあって、イヤリングによるんだけど、調節できるやつはそのネジできつくして。痛いけどね、その分その分痛いけど、それで取れにくいです。チブスでイヤリングはもう持ってない。前持ってたけど、ピアス開ける前は負けたからね、いらないから持ってないですね。坂口が洗濯ばさみぐらい、それ痛すぎでしょ。そんな痛くない。洗濯ばさみめっちゃ痛くない？そんなにじゃないですね。力強すぎでしょ、洗濯ばさみぐらいだったら。ピアスってサイズ大体ピアス、耳たぶのピアスは耳たぶってかその開けてる場所によるけど、うん、大体一緒だから大丈夫。太さ、ピアスのゲージ、開けてるよ1箇所だけ開いてる。かわいいのこれ、クマの形のピアス。明日より早い、明日はちょっと早起きだね。でも最近も結構早くやった毎日。軟骨はこいつどんな曲でもつけてるの。軟骨はね基本外さない。ここら辺にさアクセサリーつけることないから、衣装でアクセサリー、イヤーカフとか衣装であることないから、だから取らない。コンサート終わったら少しだけ、コンサート終わったらゆっくりできるかな今よりは。ヤカフ持ってはいるけど全然使ってない。結構前に買ったやつ持ってはいる。でもね全く使ってないや。そのピアスは今2個3つあるんだけど、本当は1個なんかねパーツが取れちゃってくっつけないと使えない。だから今使えるのは2個、パーツが取れちゃったんだよね。よいしょ。そのピアスは別に取れるよ。取れ、ここのキャッチ外せば。初めての予想した人ゼロ隣接を唱えたい。誕生日の夜ね。え、投票した人いる？この中で。2位だったんだけど。てかさゼロ票のさ初恋泥棒びっくりしたんだけど、ゼロっていうのは。あ、入ってってしてる、投票誕生日寝るいた。ランキング嘘的中者いたらびっくりじゃない？無理じゃないあんなのさトップ3でも普通に難しくない？楽しみの夜2位って予想むずくない？でもさ全部当てたらさすごいさなんかこうもらえるさなんかあるじゃん、なんかなんだっけプレゼントみたいな、全部当てたらすごかったけど確かにもらえるプレゼント景品みたいなやつすごかったけど絶対無理でしょ普通当てるの。でもそうかとなんかその4つぐらいあってその中の1つ選ぶみたいな。何があったかな、なんかねあなただけの劇場公演みたいなあったよねとか、なんか自分衣装を作ってもらえたりとか、どれか1つ選ぶ感じなんだけど、あとは永久不滅の98なんだっけ100発98中堅なんていうそんな合ってる言葉そんなやつとか、あと1個なんだっけな、今3つ言ったよね、なんかあったはず、その中から1個だけ選べるみたいな、全部当てたらね1位から30位までだからめっちゃすごかったの、すごいって思ったけど、そう全部当てたらだからそんな人いるって思って見ながら見てたすごかったけどね、なんかもらえる景品なんていうの当たるやつもらえるやつすごかったけど、自分だけの劇場公演打ってたと、あと衣装とその消えないやつね、権利の98件あとなんだっけあと1個かな忘れちゃった、絶対いないでしょ当てれる人、あスチール撮影、それだそうなんかそう好きなポーズ指定したりとか写真撮れるみたいなやつね、めっちゃすごいじゃんって思ったけど全部当てなきゃ無理なやつだからいやみたいな、なんかさファンの方が予想したやつでさ、なんか一番惜しい人とかその全部当てるの一番惜しい人のなんかその予想のやつとか見たい誕生日の夜ね、そうに確かにそれを当てた人どうなんだろうね、そうニアピンの人知りたくないね、どこまでと近かったのか見てみたいんだけど、なあ、予想した？今日ね。今当たった？すごい。でも2難しいよね。誕生日の夜2。メンバーもさ、リクアワっていつもさ1位から3位トップ3、トップ3だよね確か。メンバーも知らなくて、曲は知ってるけど順位は知らないみたいな感じなのいつも。そっか、なんか順位知らなくて。だからお兄なんだってなってそういつもそうだけど、そのこの3曲がトップ3ってのは知ってるけど、その順位が分かんないみたいな状態でいつもだから誕生日の夜ってなったらさ、急いでみんなスタンバイしてみたいなしてたでしょ初日はね、初日4位かな確か。初日でしょ？ん？そうそうそう、初日。初日4位じゃない？なんでもさちゃんと絡んでるの先生だった。いやね、さひなたあの時全然メンバーいなくて、人いなくて、どうしようって思って私が出ようとしてた方向0人でひなたこのまま1人出たらやばいと思ってってやってたら、どうしようと思ってたらまさるちゃん来てくれて、そういうこと思ってるんですけどみたいな。そうまさるちゃんも多分同じ感じで、私と人いないからみたいなで、だから一緒に出た連れて出た2人で。でお兄さんとお互いやってた。私ももちゃんとももちゃんとお互いいつどれの時だ覚えてないやその後はね結構みんな来た。摩天楼さやってる時にさ、みんなめっちゃ踊っててびっくりしたひなだ私この前やったはずなんだけどさ、半年ぐらい前にハルコン確かハルコンだよね、摩天楼もう全然覚えてなくって分かんなかったびっくりした、周りみんな踊っててひなだんみんな踊れるんだモテるの時ね、そうみんな踊ってたの。この前のハルコンで摩天楼私初めてやって、そう半年前にやったんだけど、ちょっともうそっからやってないからさ、一回も全然覚えてなかった、分かんなかったわ人は振り付けは覚えるとかそういうレッスンはないみんなもなんか知ってたら踊るみたいな、知らなかったらなんか盛り上げるなんかそんな感じ。今日初めてだっけ、今日初めてなんかあるかな。最初から言った、待ってね、初めてでしょ。チーム美容、なんかチーム美容師なんか書いてあるでしょ、美容師で、チーム美容師ずっとずっと好き好き好き、やった初めての曲じゃなくて、今度最初からねわかんないからあったかな。でだって美容師合ってる順番、ずっとずっと好き好き好き、あれだ、なんか違うかいいか、順番はあれだ。でかゆいよで、初日誕生日になる、リクアワの曲だけで言うとね、アンコール除いて誕生日乗るぐらいじゃない。でも誕生日乗る全員で出てるんですけど、そのなんか全員でとか除いたら誕生日、除いたら誕生日乗るか今回初めてだった。それ以外はやったことある曲だったから、誕生日乗るぐらい。アンコールいいえにあいとアイドルなんかじゃなかった、アイドルなんかじゃなかったら昨日もやったよ。家に言えばこの前やった、まあ、人数は違うけどこの前と誕生日の夜くらいかな。でも誕生日の夜は結構なメンバー初めてっていう人いると思う。初めて、今回初めて踊ったっていうメンバーめっちゃ多いと思うだからそれぐらいかな。誕生日の夜以外は何回かやったことあるやつだと思う。違う、ファンレターもだわ私。そうだ、今完全に忘れてたけどファンレターも初めてやったわ。ファンレターでもあれだけどね、なんかめっちゃ踊るって感じの曲じゃないからさそう抜けてたわファンレターも初めて K の曲ね。ファンレターいいよね、あれね。でみんな衣装可愛かった。ファンレターモノトーンでさ、みんな、私は真っ白のワンピースだったんだけど可愛かった。ファンレターのひなこの衣装で、ひなこどんな衣装着てるのファンレター、わかんないんだよね私誰のなんだろう、わかんない。みんな衣装可愛かった。ファンレター白ワンピース可愛すぎて元気出た嬉しい、ありがとう。私白だった、私は黒入ってなかった黒だけの、黒のワンピースの人もいるのかな、なんかモノトーンじゃなくって。最近ひなこと会ってない。だから最後に会ったのはひなこもみつおちゃんもひなのもだけど、ひなこの卒業公演の日かな、そっから会ってないね。会わなくって予定が、もう最近はさ、私が毎日レッスンとかリハとかで今はコンサートとかだから、そう一旦終わるまでは会えないね。終わるまで、まあ、明日だけど明日はあれだけどあと終わったらね、またなんか合わせて4人で入ったいけどねなんかすごいまださ先みたいな感じで話しちゃった。終わるまではとか言って明日までなんですけどそう誘ってくれたんだけどね、この前ねご飯行かないっつってくれたんだけど私がねレッスンとかリハとかがあって行けなかったのよ。無理だってなって行かなかった。明日みんなで晩ご飯、明日交差通りちょっと行かないかなちょっと帰ろうかな普通に交差通りなんかさ、なんかみんな見に来てとかだったらあれだけど、それでだったらご飯ありえるかもだけど行かないかな明日。そうね、明日は帰ってね配信とかやって明日早めに寝ようかな。明日みんな見に来ないね、多分予定合わなくって。そうね、明日は帰ってきて配信して、明日はねこの時間帯にしないかも。ちょっと何時に帰ってくるか分かんないけど、帰ってきて配信できそうだったら始めてで寝ます早くお風呂に入って明日は寝ます。そうしよう。フェーズ返し途切れてない、ごめんなさい最近あんまりできてなかった。気づいたらめっちゃ寝てた最近それ以外の理由特にないんだけど、チケット勝手に使われるからチケットで途切れてない。よかったチケットあって。チケットまだ残り7か8ぐらいあったはず。なんだこれすごいトリックありがとう。エフェクト正規デザインカード、マグネット、キーホルダー当てられなかったけどうちは持ってたら当てられたすごい、うちは効果あ言ってたね。なんかこの前さ配信でファンの方がこう持ってたらなんか交換できるみたいな。みんな私のなんだっけカードとか引けた？引けなくっても手に入れれた？チケット配信チケットはね勝手に使われる。今日の髪型可愛かった嬉しい。今日なんとなく昨日からこれにしようと思ってなんとなくねじりハーフツイン、髪型髪切ってから初めてやったねじりハーフツイン。髪短いメンバーがさこれやっててたまにやってるメンバー見るからやってみようと思ってやった明日は長めツイン無理だよ無理だよ高めツイン髪の長さ足りないって足りないよ。可愛いよねねじるハーフツイン。久しぶりにやったな。髪長い時も普通のハーフツインの方がやってたから、ねじりハーフツインは久しぶりか。クマさんヘア明日ちょっとねクマはしてないかも。明日は決めてるんだよね、ちょっと衣装の関係で髪型衣装髪飾りの関係髪型何にするって聞かれて、これにしますって衣装さんに言ったからあ、変わったやつはしない変わったやつはしないした。なんでしょうね。ポニーテール、ポニーテールできないし、髪足りない。低い、なんかほんとめっちゃ低い一つ縛りみたいなしか足りないんだよね、長さが下の方でしか結べない。見たとえ大ポニーで、まあね、ポニーテに限らずだけど、高めツインとかもだね。普通のツインよりなんか上で結ぶやつ、ああいうやつなんていうの、まあ、ツインと高めツインとかポニーテールしかないから、結構キュッてやるからさ、崩れないようにすごいね、メイクさんがめっちゃねきつく結んでくれるのだから、そう全然崩れにくいんだけど、まあ、その分ねすごいキュッてやってくれるからその分もう長時間やってたら痛いかな長時間やってたら痛いかな。でも結構メンバー言ってるよね聞くでしょきっと。そう見たくなるやつ。ちょっとさ、レモン取ってきていい？ちょっと冷蔵庫に入ってるの取っていくからちょっと待ってね。ミュートしよう。見てこれ、メモのトウモロコシのヒゲ茶昨日と今日差し入れであったやつ。ひーちゃん差し入れ、これね、これ美味しい。これしか飲んだことないけど、ひげちゃん前飲んだのもひーちゃんの差し入れで、いつだっけ、ちょっと忘れちゃったけど美味しい。これあとねお菓子持ってきた、差し入れでいただいたやつ。エリナちゃんがこれ美味しいって言ってたんだよね。なんかこれよくわかんない、初めて。なんて読むんだこれ。見える？これはひーちゃんじゃない。ちょっとどこからどこのやつか忘れちゃった。ちょっとティッシュいこうかな。マウスパッドが汚れちゃいそう。なんて言ってたっけこれ。なんて言ってたから忘れちゃった。食べよう。できます。おいしい。おいしいらしい。ん？え、なんかぶどう入ってる。え、めっちゃおいしい。何入ってるぶどうなんて。なんか種がね一粒丸ごとめっちゃおいしい。一口でいった方がいい。あ、いや種入ってた。種噛んじゃった。うん。これ美味しい。これえなちゃんが美味しいって言ってて。でこの差し入れいただいたんだけど、え、初めて食べた。美味しいこれ。陸の宝珠ってやつ初めて聞いた。めっちゃ美味しいねこれ。エリナちゃんの差し入れではない、誰かだったかな。ちょっといっぱいあって忘れちゃった。いろんな方からのやつ。マスカット丸がとうつぶ使った果実菓子、贅沢。めっちゃ美味しいこれ。初めて食べた。ゲッチャと合わなかったね。美味しいヒゲちゃん。ヒゲちゃんも美味しい。ヒゲちゃん好き。これこのヒゲちゃんしか飲んだことないけど美味しいね。昨日もヒゲちゃん飲んで今日も飲んでる。ダンスしてんの？特攻で売ってるから。え、何が？あ、さっきの？なんだっけ？さっきのやつ？あれ成田で売ってるの？成田空港で売ってるのこれ。そのパンお餅ゼリー、お餅でもゼリーでもない。なんかさ、よくある和菓子のさ、なんかお餅でもゼリーでもないんだよね。なんて言ったらいいんだろう。難しい使ってんでもないんだよな。え、めっちゃむずい。なんて言うんだろう、分かんない。和菓子あんま詳しくない。名前わかんない。ひよこみたいな、ひよこの外側みたいな感じに近いけど、でもあそこまでしっかりしてない。なんていうの、もうちょっとふわふわ柔らかい感じ。むずい説明。和菓子大丈夫だよ私。和菓子もう好き。そんな嫌いなものない。甘いの。牛皮ではない。牛皮はねもっともちもちして。ひよこの外側のやつじゃないな。ひよこの中のさ、あるじゃん。あれをなんか薄く周りにつけた。食感だけ、ね、味は全然違うよ。食感だけで言ったらそんな感じに近いかも。でなんかこれなんかあれ砂糖かな、周りについてるの。なんかザラザラのやつがついてる。中のあんこ、ひよこってなんかさ、あんが入ってるじゃん。白あん、なんか入ってるじゃん。ちょっとなんかふわふわしてるような感じの。それをこう周りにつけてるの。食感だけで言ったらね、そんな感じ。そういう食感、味は違うけどゆっくり時バナナ、時バナナも美味しい。それも好き。最近スイーツ作ってないね。ちょっとね、コンサートのレッスン期間無理だった。そんなあんま作ろうっていう気分じゃなかった時間あったらカヌレ作ろうかなと思ったんだけど、あんま時間なかったね。カヌレって結構時間かかっちゃうし、時間なかったから。時間なかった。甘いもん食べたくなってきた。食べないわ食べないわ。カヌレね、まだカヌレじゃなくてもなんかスイーツ、お菓子作りしたいけど、コンサート終わってから、明日終わってから作るんだったらなんか考えようかな。何作るか。明日終わってすぐは絶対作んないけどそんなそこまで元気じゃないわ絶対そっからお菓子作り始めるほどそれは無理だな。そう、落ち着いてからね、一旦何作るか、そっから考えて作るから何作るか考えて材料買わなきゃだから。そうそう一旦落ち着くっていうその期間が大事その日映ってる3日間のセットリスト、あ、そう全然違うの。昨日も今日も明日も3公演全部違います。明日のセットリストね、どんな感じですかね明日どんな感じでしょう。今日被らなかった。あ、セトリが全然違ってだけで、昨日今日は初日かな。曲の変わりはそうあるけど、売り替わとね、セトリは全く違うよっていう。これドラマはさ、どうでしょうねあ、ゼルヒョウだった。めっちゃ意外なんだけど、すごいドラマゼロ票ゼロって意外じゃない。それなんだって感じだった。明日も初日どうかなどうかな、わかんないわイフィアしか入ってなかった曲はね、あれだね、キスダメ、キスはダメ。パーティー公演のユニットかな。懐かしいパーティー公演が難しいね。それが1票って言ってた1票1人だけみんなが投票した曲入ってた？入ってた？私はね、7時12分の初恋だったんだけど、入ってなかった入ってなかった。13週曲には47入ってなかったの。47、そう、対象外なのよ、47は。そうだ、公演曲って言ってもね、雫公演も入ってなくって、だから12分のとこでね入ってなかったのよ。あ、31位、その説あるね。31位かもしれない、確かに31なんだろう、31の曲。なんだろうね、気になるよね私も知らない何なんだろう、ほんと31分かんないな。そう、雫公演、そう入ってないの、大正公演、大正楽曲のやつ。あ、31から35発表してた。嘘、発表してた。や全然知らないわえ、何だったの31位から35位、あ、中間発表、あ、中間か、じゃあ、最終的な順位は分かんないのか。中間発表で出てたのか。何なんだろうね。だからね、懐かしかった。あ、55分、ありがとう。じゃあランキングをか、違うとこした13位から読みます。13位、大野貴文さん、ありがとうございます。12位、香港のあるマットマーク、2日目お疲れ様でしたさん、ありがとうございます。11位、バトニーさん、ありがとうございます。10位、ニャーホーソさん、ありがとうございます。9位、キヨナツさん、ありがとうございます。8位、カザとマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。7位、ファンタクレープさん、ありがとうございます。6位、大正とマーク015さん、ありがとうございます。5位、ラボーナさん、ありがとうございます。4位、エビちゃん、ありがとうございます。3位、フロマンさん、ありがとうございます。2位、ベビースターとマーク許可タムズさん、ありがとうございます。そして1位が風と人さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。明日最終日だから、明日しかもね、開演時間が早いから終わるのがねちょっと早いんですよね。今日より1時間早い、開演時間が確か明日16時半開演かな。今日より1時間早いはずだから、その分終わるのも早いから帰ってき次第するけど、何時頃になるかな。何時頃になるかな。帰ってきて10時、あんま変わんないかな。今日と9時とか、9時できるかな。9時ぐらい、10時ぐらい、そのぐらいになるかな。結局は帰ってきてってしてたらわかんない。でも夜やります。あんま遅くまではやらないつもりだけど、帰ってきたら配信。そう、明日早いのよ、開演時間が。帰ってきて配信して、明日はもうちょっと早めに寝よう明日は早めに寝ようと思って帰ってき次第する。だからまた今配信する時間をリバースで。何時に帰ってくるか分かんないから、帰ってき次第って感じかな。そう、が早めに寝るから早く寝る明日キャラ早く寝るから、もう59分、早いね。あとちょっとで切れちゃう。明日も配信あるんでね、ぜひ見てください。フルで1日目もあったけどさ、1日目さ、ツイッターで告知しようと思ってさ、下書きに入れといたのに、なんかいろいろメイクしたり準備してたら時間なくてツイート結局しないままだった下書きに入ってるそうそう、時間だから。ありがとうございました。また明日の配信で。またね、バイバイ。おやすみなさい。また明日。